そら豆。食べたことない。豆のタンパク、サクッと美味しく。みんな。お願いします。結構取るアップやって二人で食べて。じゃあパッケージの一番の辺でこの辺でやるね。うん。頭の表情そのぐらいで。はい。うん、はい、カット。はい、よー、はい、はい、すいません、決まりました。はい、よーい、はい、音、はい、行きます。ミーノ、はい、カット。はい、OK です。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。せーの、うんうんうん、もう純粋に美味しいのと、あと私自身お豆もそうだし、そのそら豆が大好きなので、本当に止まらない感じで食べて、あとさらにこう豆の素材の味っていうのもしっかりこう感じられる商品なので、すごく美味しいという、はい、嬉しかったです。撮影中も食べたんですけど、撮影前に一袋完食しましたね。もうなんかサクサクいけますね。美味しかったです。そうですね、あの今回は旦那さん役もいらして、こう夫婦で楽しく食べてるっていう、まあ、お家の設定でなんか割とこうリラックスして、平和な感じで撮れたので、すごくあの自分自身リラックスして撮れました。あんまり意識してるわけじゃないんですけど、あの野菜とかすごく大好きだし、あと気をつけて野菜を取ってるっていう感じじゃなくて、好きで食べるし、あとは最近はなんかこう体を温めるためにお風呂にちゃんとしっかり使って温めて体にをいたわってることが多いですかね。そうですね、まあなんかストレッチとかこう体のケアをしながら、あ、ワンコ飼ってるんで、ワンコがと遊んだりとか、毎日そのお散歩は連れていくんですけど、お家でもあの綱引きじゃないけど縄で遊んだりとかは好きなのでやってますね。のんびり何気なくミーのおやつに食べると、サクッとした食感とそら豆の濃厚な美味しさについ驚いてしまうコマーシャルです。思わず驚いてしまうところは本当に私の素のリアクションになっておりますので、ぜひ皆さんご覧ください。食べてみの、こんなそら豆食べてみの、食べたことない。豆のタンパク、サクッと美味しく。